ファリネッラはプティニャーノのカーニバルの典型的なマスクです。その名前はプティニャーノ料理の象徴的な料理から借用されています。ひよこ豆と大麦から得られた非常に細かい小麦粉で最初にローストし、次に小さな石臼で粉末にします。シンプルで充実した食べ物で、かつては貧しい農民の食卓に欠かせない存在であり、ソース、湯、または新鮮なイチジクと組み合わせることが意図されていました。最初のファリネッラは、貧困以外に特別な特徴を持たない一種のボロボロの酔っ払いでしたが、1950年代初頭に、当時のプティニャーノカーニバルの会長であったコメンダトーレ・エレファンテの要請により、ミンモ・カステラーノによるバージョンが続きました。カステラーノは彼の服装と個性を歪めます。新しいファリネッラは、ハーレクイーンマスクとトランプのジョリーを融合させたものです。彼はマルチカラーのパッチがついたスーツ、ガイの色である赤と青のスカート、鐘のシンボルがついたコックドハットを持っています。プティニャーノが立つ3つの丘、カステラーノは、元のマスクのうち、血色の良い顔と赤い鼻だけを残すことにしました。陽気で気さくで、あざけるような目と皮肉な笑顔で、彼はプティニャーノの住民の性格を要約しています。挑発的で、皮肉で、人生を愛し、よく飲んで、テーブルで楽しんでいます。彼らの土地と方言を誇りに思っています。